吉、横田吉、結構ね、その並びがきつい。もう入り口に入るまで大体1時間ぐらいですね。だからもう来るなら早い時間に来て帰る方がいいんじゃないですか。この並び入ってからこんだけやって並び、お待ちください。まもなく人がおいでね、入るまでにまあ1時間半はかかりますね。そして何か飯を食おうと思えばステーキは1時間待ち、あとはまあそこそこハンバーガーとかケバブ関係はついてるのかな。わお、エアーマンが焼いたハンバーガー食べてみましょう。動き方だよ、動き方、動きで大丈夫かソースつけすぎやね。ソースつけすぎたらちょっとね、味が負けちゃって、あー辛い、辛いわ。ソースつけすぎやね、ソースね、ソースか。なんか前もっと食い物やったよね。あの今あの辺すごい空いてるから、うん、あのあそこの空いてるところ見たら食べ物屋とかめっちゃ食い物やったよね。すごいね、大きな飛行機ありますよ、ね、なんかアメリカの基地みたいな感じだよね。外国人もいるし、どうなんでしょうね、きついよね。ステーキに関しては、例えば10人に行ったら、まあ、1分1人、そして換算しても、約これも100人ほど並んで、早く見積もってもやっぱり1時間かかるんじゃないかな。じゃあ、今からとりあえず横田基地の、熱い犬。食べてみましょう。ハンバーガーよりうまい。ハンバーガーよりうまい。お茶に水入れとるけど、水けど大丈夫。飲んでいい。飲んでいい。いや。冷たい。大丈夫。え？大丈夫飲んだ。大丈夫。だね、なんかね、買うのがめんどくさかったりとか、あのこの前ひどかったのが、あのなんだっけ、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 なんかあった時にね、あの自動販売機で買おうとしたら、買おうとしたら、した時、その時です。自動販売機のもう何もなかったんですよ。だからそういうことはなんか地震がなんかで、
それでやっぱり家から持ってこういう凍ったのを持ってきて、ちょうど。